日常運動の食旅にようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、イザエモンジャスミン茶を飲みたいと思います。あれ、伊藤園だったっけ、違うかな。イザエモンって、まあ、あ、そうだ、サントリーだ、サントリーだ、申し訳ございません。では、早速飲んでみたいと思います。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。ジャスミン茶の香りはそんなにしなくてですね、こちらから言うと温かさがあっていう、そんな感じでした。なのでジャスミン茶を求めるとちょっとがっかりするかもしれません、まあ、すっきりと飲むことはできましたが、かもなく不可もないといった印象なので、こちらも転送させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンド終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。